どうもこんにちは宣伝部長のです今日はメディアを反省しろということでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで昨今はですねジャニーズ問題がね日々、あのー、報じられるようになってきましたが、まあ、過去ですね「週刊文春」さんがですね、まあ、特に1999年からこうキャンペーンをこう展開していくわけなんですけどそれについては、まあ、大手メディアですね特にですね 特にテレビ局とかでその文春さんがやってる時だけに限らずですねその後も、まあ、名誉毀損等々の裁判の中で、まあ、加害問題が事実認定されたにもかかわらずそれも大きくやってこなかったということで当時しっかり報じられていればその後の被害もなかったと思われるし何より本人が生きていましたからね。 だから本当の意味で本人に責任とかを取らせることができた会社等々にもですよ。っていうのがあったし、それからまあ個人的に思うのは、まあ、その当時20年ぐらい前にこの問題がドーンと大きく社会問題になっていればですよ、いわゆるこう少年問題って言いますか、こう権力を持ってる人がまあ少年に対する、要するに加害をしちゃうってう問題については、何て言うんでしょうね。 めちゃくちゃゃくく発覚ししづらいいっていうののが今回の件でよくわかりましたねメディアが黙ってる問題等々もあるけどもうそもそも少年が言いたがらないとかねめちゃくちゃなんかこう発覚しづらいっていうことが分かったわけです。ということは多くの人はこういうのがどっかで起きてるかもしれないなって思ってもいないから何て言うんでしょうね、まあ、その後も何て言うんだろう今も多分そういうことをやってる悪いやついると思うんですけど今後ね 見つけやすくなるわけですよ。そういう悪いことしてるやつが。ああなんか、あ、ジャニー喜多川氏のようなことやってるかもしれない。で、それは社会的にドーンと大きな問題になったから、みんな興味を持ち、まあ、その、危機器の、なんていうんですかね、自分のアンテナが、こう、増えるっていうんですかね。いうことによって、特に、まあ、その子供たちの現場にいるような方々については、あいつは危ねえなっていうのが、まあ、ちょっと見やすくなったところがあるわけですよねに。人の認知が進んだっていうか。そういうのもあって、 まあ今後あのそういった被害者の方々は減っていく流れになると思うんですけど逆に言うとだからジャニーズ内部だけではなくてそれ以外のところにおいても様々な人が多分被害に遭っていてでそっちも含めるとどんだけそのこの報じなかったことによってですね被害者を増やしたのか問題っていうのはかなり罪深いと思ってるんですけどねはい、まあ、そんな中で、まあ、とにかくその「文春」のね当時ねあのこの問題に向き合っていた方 ですねまあ、いろいろ証言をされてるんで、まあ、今回はこの件を扱っていきたいというふうに思います。はい、でこちらプレジンテント・オンラインさんの記事でジャニーズ報ー,ー情報提供者の〇〇○○潰伏○○からと,、えー、と大手メディアが無視した「週刊文集元編集長の長文メモ全文というところですね。はい で、でえー、っとですね、まあ、今、加害問題がですね、まあ、ようやく日本全体で論じられるようになった,けなったことについて、まあ、ジャニーズを批判し続けた週刊文春の OB としては勘無量な部分もありますということで、まあ、そりゃそうだよねって感じですよね。自分たちがまあそれ命を落としてまでとは言いませんけど、まあ、かなり危険を顧みず。 とかですよね立場を顧みず一生懸命報じたにもかかわらずまあなかなか追従してくれないって感じで。でそれが、まあ、ようやく まあまあ認められるようになったっていうことについてはまあ当然感無量でしょうねって感じですよね。まあこれとはちょっと規模感違いますけどまあ今木原事件っていうのがありまして、まあ、これも似たようなことを見てる感じです文春さんが一生懸命キャンペーンでうわーってやってんのに明らかにおかしいこと起きてんのになかなか報じないと。 いうところでその構造そのものはあんまり変わってないのかなって感じですね。今は SNS 等々があるんでつつかれてまあなんとかちょろっと動いてるとかありますけどね。にしてもみたいな。にしてもですよね。はい。でえっ、ー、とそしてですねでまあこのところコメントを求めて殺到してきた大手メディアに昔のことがわかるように帳簿のメモを渡したところ完全無視か一部の民謡でしたってことで。 びっくりっすよね。な、なん、なんなんだろうみたいな。ね <laughs> お前ら今まで放置してこなかったわけですよね。だから、お前らなんかに情報を渡す必要ねえんだよってとこだけど、渡してみたら、無視とか意味わかんないですね。本 <laughs> 当ふざけてんだと思いますよね。で、 で、そして今になって反省を叫ぶ人々にこの問題に関心を持つすべての人々にジャニーズ取材とそれに対する妨害の真の実態を分かっていただくために長文メモを公開しますっていうことでジャニーズと戦うことがどれほど大変なのか大手メディアはいまだに全く分かっておらずむしろジャブジャブとで,で現在振り,まか振りまかれているのは口だけの反省としか思えないそれが私の実感だというところですね。はい でその頃『週刊文春』の当時副編集長としての私のもとにはえっと T 氏という元ジャニー喜多川氏の付き人で元アイドルからの告発がありましたとで内容は当時の言葉を使えばえー、っとちょっと言いづらいな <laughs> ホモセカラって言ってますねを受けていたっていうことでまあ簡単に言うと被害に遭っていたっていうことですよねだからアイドル兼まあマネージャーみたいなことやっていて っていうことですね。で、被害に遭っていたからまあ内実については、まあ、よくわかってるって感じでねだからこれは結構大きい証言だと思うんですけどねはいでまあジャニー喜多川氏っていうのはまあスター見つけるっていうのがまあまあとにかく上手で、まあ、すぐスカウトに行っちゃうというところですかねはい。 で、まあ、一方で事務所内のアイドルたちへの加害とそれに伴うストレスが少年たちを犯してくるという衝撃的な現実も聞いたということですね。でえっと、要するに加害を受けた少年っていうのは急に男らしく振る舞い始めることが多いのですぐ分かると T 氏は言ってましたって感じでこの辺すごくリアルな話なんですよね。はい でさらに一緒にゴルフの練習に行ったりした時も TC のようなスタッフに威張って指示を出したりするようになるそうですっていうところですね。だから、まあ、これちょっとね正直専門家の分析聞いてみたいところではあると思うんですけどやっぱりその男らしく振る舞うっていうことについてはやっぱりなんかね、まあ、こう被害に遭った方々が性がおかしくなるって言ってたじゃないですか。だから自分は男であるっっていうことをこうやっぱり、 表明したくなるっていうかっていうそのことだと私は思うんですけどねはいはいでさらにまあ威張る部分についてですよねまあ要するにお気に気に入られたってことですかねだからまあ何て言うんでしょうねまあ被害は失うじゃないですかでその代わり何て言うんだそう打ち消すように利得を求めていくっていうんですかね まあそういうとこもちょっとあるんじゃないかなと思っていずれにしてもちょっとまあかなり何、うん、て言うんでしょうねまあみんな似たようなことになるっていうことなのでまあ少年を歪めるっていうのはまあまさにそうなんでしょうね。でこの件とどう絡むかは分かりませんけどまあとある方は要,要するにジャニー来たしを「おいジャニー」って言いながらまあまあそういうふうな扱いをしていたっていう人もいたっていうし。 ね、でまあそれは結構昔の人ですけどね。とかまあやっぱりそのタレントの中にはまあかなりその威張ってる人っていうのが時々いるというところですかね。まあ、最近で言うと文春さんが報じた まあ松本潤さんなんかは、まあ、これは事務所は否定してましたけど、まあ、かなりね、まあ、横暴なことをやっていたっていうのもあったりとかしていてですねまあもともとのなこれ真実だとしてそれがもともとのね、まあ、本人のまあ資質の問題かもしれないしわからないんですけどやっぱりいろいろなジャニー北多川氏の加害というものがいろんなものを歪めたっていうのはまあそうなんでしょうね。で あと、この証言で、まあ、が、もし本当だとするならばですよ、もう、その近くにいる人は、まあ、大体わかるじゃんみたいなことでしょう、明らかに。で、だから、その様子を見てたら、あ,あジャニー、まあ、そもそもね、まあ、その少年の行動を見てなくても、ジャニー北多川氏はどこ行ってるか見れば、誰を気に入ってるかわかるじゃないですか。で、そうすると、やっぱり部下たちは、それを徴用するんだなって、流れの方に動いたりしてしまうわけですよね。 ね、だからそういうのも含めてちょっといろいろね、まあ、その周囲の方々の責任問題っていうのが今んとこあまり出てきてないんですけどまあねそこについてどう思うんだろうかっていうのはやっぱありますよね。はいで、まあ、すでにでもこういうの証言されてる方々はやっぱり反省してたり、まあ、思い悩んでる人多いんですけどね まあずーっとだまだんまりのまま行くんですかっていう方も中にはいらっしゃるんじゃなかろうかと推察します。でえー、っとそしてですねえー、っとで T 氏はテープを何本も撮るほどインタビューしましたがたった一人の証言で記事にできる問題ではありませんとまあねこれが例えばね誰と誰が付き合ってるとかっていう話だったらひょっとしたらやるかもしれないけど、まあ、中身が重すぎるし、まあ、子供もも絡んでるしってことですよね。はい で、でまだ編集会議にも出しておらずっていう中で、まあ周辺取材を始めたというふうにしている間に、まあ格ふくまるまをしてしまいましたってことなんですよね。はい。で、えっと T 氏は週刊文春に証言したことで深く悩むようになった可能性もありますということですよね。だからもうこれすでにな,これなくなられてるんですかね。としたら、あのもう証言を確認しようがないわけで。 でしかもこれ NHK の前ででってこことですよね。これはなんか検索してもなかなか出てこなくてですねまあいわゆるいわゆるツイッター上で言われているのは T 氏だから高橋さんってなんか別この人と一緒かどうか分かりませんけど、まあ、NHK の横領問題に何て言うんだろうな抗議するということでその「かっぷく〇〇」のパフォーマンスをしたっていう記事が あったんですけどまあまあちょっとそれはこれ同一人物か違うのかわかんないんですけどね、はい、まあでもこの辺もしつながってくるとなんかほら NHK の腐敗問題とつながってくるからね、はい、ということがあるんだと思いますがまあそれちょっとまた別で掘ってみたいと思います。でそうですねまあとにかくうそうですねまあそこをフォローできなかったこと等々とかに自責の念にかな かられても、まあ、もっともっとと新たたな証拠を求め始め始で,でそのっ、えー、と部下の一人のところにジュニアについての告発が寄せられていたと。でそれは、えー、と水商売の女性たちでいわゆるホストですねホストのところに行ったら、まあ、元ジュニアの子がいてですね、まあ、いろんな話を聞いたと。でそれは加害問題だけではなくて、まあ、事務所全般による待遇問題だったらしいですね、まあ、それがあまりにもかわいそうだと。 で、それ以外にも喫煙、えー、問題で、まあ、クビになった少年等々も連れてきたっていうことでまだいたいこの3つのルートから、まあ、キャンペーンを開始したと。で、えっと、ただ要するに、えっと、加害問題だけを最初からキャンペーンの中心にするつもりはなかったって話でで、これっていうのはなかなか読者にも馴染みづらい今以上に理解が進んでない問題ですよね多分ね。で しかも立証も難しいっていうところですよね。まあっていう等々のこともあるので、で、しかも当時の文春さんも、なんかこう、なんていうの、同性愛っぽい感じで扱ってたんですよね。でそういう問題じゃないじゃないですか、<laughs> でこれね。<laughs> そう、だからいまだにまあこの問題が BBC でパンってやった時も、そういう形で擁護してた人もいるぐらいだし、まあ、デビ夫人はなんかそんな感じの言い方してましたよね。そ,そこじゃねえから、みたいな。 なることですよねはいということですけどまあでも当時としてはまあ文春さんですらそういった認識だったのでまあいろいろ難しい時代であったっていうのは本当なんでしょうね。はいでまあ少年たちの話を聞くとまあ、なあかなりちょっとよろしくないという状況でまあ、そこもひどいとで10代半ばだというのにタバコ酒は当然ということですね。でさらに午後7時の約束が夜中の2時になるのことも普通にあったっていうことでまあああ まあ一応、ジュニアといえば仕事するということで集められているのにその辺も教育されていないのかというと,と,ところで、はい、ジャニーズ事務所の環境そのものがあまりにも良くないということですよね。はい で、まあ、このことで、まあ、責任とは当然事務所にあると。で少年を集め働かせる組織なのに飲酒喫煙放置していると深夜労働当たり前賃金が極めて安く、えー、深夜電車ギリギリで帰るなどこれだけでも十分自動丸々に当たりますということでね、まあ、これは、まあ、この件も、えっと、国会等々で追及されたん ですけどねまあこの辺は少しだからまあそういうのもあってちょっとは改善されたのかもしれないんですけどまあ文春的に言うと加害問題以外のまあここの部分については改善には成功しているわけですよね。まあ、要するに文春が報じたことによって事務所が変わったっていうことの一つだと思うんですけどね。ただまあ何て言うんだろうなということは逆に言うとやっぱりこの「知ってんじゃん」みたいな事務所ね。で <laughs> えーと喫煙とかいわゆる飲酒とか、まあ、それ素行の問題についてはちゃんとしていこうっていうのが多分途中から生まれてそれが多分今に至るんだと思うんですけどでただ加害問題だけ止まってないんですよむしろ悪化してるっていうかまあだからほんとふざけてんなと思いますけどねはいでえっ、ー、と はい、でさらにホーリーブスの北浩二をはじめ所属タレントの、まあ、お薬とか自丸とかも相次いだというところでそうですねまあジャニーズ事務所は歌も踊りも演技も教え方が中途半端でアイドルでなくなると仕事がなくなってしまうっていうのがまあ致命的な問題だったってことですよねだからこう意味合いがねこう今とちょっと変質してるような気がするんですけど当時はだから辞めた後になんか まあ今事務所ホストとかありますけど当時もあったのかもしれないんですけどやめたらアイドルやめたらやるものがないっていうかまあ俳優さんの技術を身につけてたら俳優さんできるしダンサーさんだったらダンサーさんとかあるじゃないですかそういうのなくてまあ あのちゃんとした技術も教えてないからやめた後にみんな困るというような状況になっていて、まあ、確かに年代が遡ればぼれば遡るほどそういう傾向あるかもしれないですよね。はいということでで今っていうかほらカウアンさんぐらい若くなってくると何言ってたかっていうと自分がジュニアをやめた後に別の。 ね、例えばテレビとかのプロデューサーに呼ばれていったらその仕事がなくなっちゃうとかね、まあ、つまりえっ、ー、とそまあいろんな忖度とか圧力等々によってまあカさんぐらいの時はもう圧力いらないぐらいもう忖度「はいはい、はい、忖度」みたいなねだってスマイルアップに保証会社としてね名前をねあんなふざけた名前に変えたのによろしくお願いしますってねみんな言ってるわけですからまあとねそれで言うともう忖度だけであらゆるものが成立するような感じになってるんでまあ ある程度権力がまあかなり完成してくるとそもそもその技術を身につけたところで干,干されて出れんっていうね <laughs> ふざけた状況になっていくわけですけどまあこの頃はそもそも技術も教えないのでみたいなところですかね。はい、ということでございますと。でジャニーズのタレントが一度脚光を浴びたのにその後転落の一途をたどるのは。 他事務所のののよううにに、まあ、アイドルを辞めててても脇役の俳優なななるととかかそれれりの教育等々をされてないいらっていうことですねつまりはジャニー喜多川氏のセンスで抜擢され個人の趣味により興味がなくなると捨てられるという構造がジャニーズ事務所の特徴でありここには大いに問題がありますってことですねだからほんとこれそうなんですよねでこれをあのもう本来だったら批判されてね加害問題がポンと出てきた批判されて終わるのに まあ、姉のメリー氏がずーっと守り続けてきてこれを成立させるためにあらゆることをやってった結果いびつな構造のまま大きくなり、まあ、結果なんかあれですねこの構造はあんま変わってないような気がするん <laughs> ですけどね、まあ、要するにこの,こ,この時はジャニー北橋に気に入れられれば出世するでその後は創業者の誰かに気に入れられれば出世するっていう感じで、まあ、非常にいびつな構造になってしまったわけですけどねはい。 ということで、まあ、ここを追求してい,っていこうということで、えー、北村弁護士も含めてどうするかって議論の中ですごい難しかったわけなんですけども当時もセクハラっていうのが社会問題になりかけぐらいの時期だったらしいので一般的にはそこまで知られてないっていう感じなんで、まあ、そこであえて扱っていこうってことになったってことですよね。 はいでえー、とさらにですね、権力を利しての、まああまあ、加害行為を行うっていうのは典型的な問題であり、えー、長年、当然ならあ個人だけではなくそれを許す土壌を持つ組織、会社も犯罪に問われるということは知っていましたというところですかね。だからジャニー喜多川氏だけではなくジャニーズ事務所そのものも悪いということだと思うんですけど。ははい。い。で、えー、と、はい で、さらに、文春社内でも、セクハラ講習と行われていて、まあ、文春もなんか、まあ、まあ、よくある出版社の、オラオラってやつですかね <laughs>、があったので、まあ、私がこういうことを返したら不快に感じることがあるかもしれませんって感じですかね。言葉の暴力っていうやつですね。はい。ね。 はいというわけでね、まあ当時もだから、まあまあ、認識がね、セクハラ、パワハラ等々については追いついてない部分があったけど、さすがに権力使って、性的〇〇っていうのは、もうアウトだよっていうのは、みんな分かってるし、問題だったよねっていう、まあ、そういうことですということですね。はいまいずれにしてもちょっとセンシティブな問題なんで、まあ、かなり慎重に、えー、っと取材をしたと、3ヶ月以上やりましたって感じですね。はい で証言者の中に今では超有名になった少年もいましたそして単なる被害者とは言えず北橋川氏に気に入られたいがために近づく少年も大勢いましたとだからといってまあ北川氏が許されるはずもないのですって形ですよねはい、まあ、ここについてはまあ全てが少年であるってことでアウトなんですけどね自ら近づこうがんだろうがってことですけどねはいはい でさらにまあ同じ部屋の大きさを用意したりとかしてすごいですねまあだから弁護士が入ってるからまあそれが再現可能性をちゃんと用意してからまあ記事化したということですよね。はいで、えー、とキャンペーンの最初は OB の元ホーリーブスの青山隆史氏による情報による記事だったということでまああの,キャあのホーリーブスの北浩一さんの話はたくさん出てくるんですけど青山さんの話はそんな出てこないんですよね。はい というところでそしてジャニーズ柄の反応もそれほど厳しかった記憶はないしかしキャンペーンが何回も続くとまあ向こうから警告文や電話が次々と来るようになったということですねでその時点でチームのデスクはこの記事を書かれた木又聖悟さんとそれ以外に社員さんにフリー2名というチーム構成だったってことですかねはい。 ということで記事が出るとまあ枯渇したいという少年が続々現れましたって感じで、まあ、流れとしてはあんまあ、今とちょっと、まあ、似てるっていうか誰かが言うとなんかボンと出てくるっていう感じでね、はい、でもそれでもやっぱりあのメディアが報じなかったっていうのはすごく問題だなっていうふうに思いますけどねはいというわけであそうあとねこのホーリーブスの話ちょっとね どっか一生懸命探してんですけどいい記事ないかなと思ってて要はねそのまあこのうちだからフォーリブスのうちの2名がね北小路さんと青山さんは少なくともわって言ってるわけじゃないですかでもそのうちの1名がまあなんて言うんでしょうねこうあのまあある種否定とまで言わないんですけどなんかこう北小路さん亡くなる前にねまあ感謝してましたみたいなことを言ったりとかして引消しに走ったりしていてそうで で当時北浩次さんがわーっとキャンペーンやった頃は,は当然ねまあジャニーズ事務所は知ってるからその火消しに走る中でまあいろいろ交渉があったのかなみたいなねその辺の内幕ですよねが知りたいなと思っててでその時にえっとフォーリーブスのなんかほら再結成みたいな話もあったりとかしてでだからその裁判中ね黙って っててみたいなことが言われてんのかなみたいな記事も見かけたんで、まあ、その辺を含めてちょっとその辺なんか整理しっていうのがね、まあ、っていうか、まあ、ご本人がね、ぜひ喋ってほしいんですけどね、まあ、特にいろいろ火消し側に回った方々ね、はい、まあ、お元気そうなんで、はい。ということがございますということですね。はい。というわけでね、まあ、今回はあくまでこれでも前編だそうなんで、<laughs> あの、後編もやりますけど、後編もっとえぐいんでね。 エグいっていうのかな。はい。ということで、いずれにしてもですね、やっぱり、あのこういったものを当時から、やっぱり取材してた人間からすると、メディアの報道足らんぞと、反省足らんぞという話なんだろうなというふうに思います。以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。